カウボーイという言葉を聞くとなんとなく想像ができますよね。西洋映画の助けもあってイメージもしやすいですよね。では実際に西部開拓時代がどのくらい続いたのか知っていますか？100年くらい？いいえ、違います。なんとたったの30年しか続かなかったんです。現代でも使われているとある発明が原因でこの時代は終わりを迎えました。皆さんの想像するカウボーイとはどんな感じですか？恐れ知らずでマッチョで帽子をかぶった投げ縄の名人、そして行き先はいつも酒場。でもこのイメージは俳優クリント・イーストウッドや映画ジャンゴ、つながれざるものなどハリウッドが作り出したものなんです。実際にはカウボーイと呼ばれる人たちのほとんどは文盲の牛使いでした。もちろん中にはロデオに参加した人もいましたが、映画の中でよく見るカウボーイの象徴的な帽子をかぶる人はいなかったんです。帽子をかぶる人が実在したとしてもおそらく実用的ではない上に高価だったはず。逆に彼らはボロボロになるまで同じ服を着てシャワーを浴びたり歯を磨くこともありませんでした。そしてドイツ、アイルランド、イタリア、スウェーデン、さらにはロシアなど世界中からカウボーイが集まりました。その時代こそがまさに西部開拓時代と呼ばれていて、内戦が終わった1865年から1895年まで続いたんです。19世紀に入った頃アメリカはそこまで大きくありませんでした。どちらかというと大陸東部の小さな地域を占めていたんです。ミシシッピ川の西側にある未開拓の土地は現在のダコタ、ネバダ、オレゴン、ユタ、アイダホ、モンタナ、アリゾナ、カリフォルニア、ニューメキシコおよびコロラドの領土でした。これらの土地は先住民の部族や野生動物、そして無秩序に広がった牛使いたちが住んでいたんです。正確には一つの規則で回っていました。それは牛には境界線がなく、必要に応じて牛群が新しい牧草地や水源に移動したり、寒い冬の間は南に移住ができるという放牧地に関する規則、そしてこれは書面で制定した時西部諸州の正式な法律になったんです。この規則はカウボーイに仕事と生計を提供しました。しかしすぐにこの規則は破られ、カウボーイの時代も終わってしまったんです。侵略者の軍隊や何かしらの自然の災害、または宇宙から来た流星のせい？いえいえ、そうではありません。実際は西部地方は悪魔のローブと呼ばれるものによって台無しになったそうです。今で言う有刺鉄線、これがどのようにしてカウボーイの土地に影響を与えたのか見てみましょう。ちなみに殺しのためには使われていませんよ。辺境の西側の領土は大部分が野生で未知で、大アメリカ砂漠と呼ばれていました。それでも土地の多くは正式に連邦政府に属していて、政府は紙の上だけでなく本当に所有することに関心を示していたんです。だからこそ農民などの植民者に移動を促し、作物の栽培や牛の繁殖、そして恒久的な定住も促しました。未知の部分が多いながらも、人々は実際に19世紀の半ばには移動に移したんです。彼らに行動を促したものは2つ。1つ目はマニフェスト・デスティニー。それは大西洋から太平洋の方まで国家を広げる宣言をしたというもの。だからこそマニフェスト・デスティニーを信じていた人はこの動きに賛成したと言われています。2つ目は1862年にリンカーンによって署名されたホームステッド法に理由があります。これは解放された奴隷を含むあらゆるアメリカ人に65ヘクタールもの土地を約束したんです。家を建て、その土地で5年間働いたら農家の私有財産になるという約束事でした。確かにこれはいい条件ですよね。結果多くの人々は未開拓の領土で暮らすことになりました。でもすぐある問題に直面してしまったんです。皆さんはこの時代をどうイメージしていますか？ほとんどの人がおそらく無限で国境のない牧草地を想像すると思います。
確かにそれはそうなんですが、その境界線のなさが問題だったんです。カウボーイは放牧地に関する規則のみ従って生きていたので、農民はどうにかして自分たちの領土を区別し、自由に動く牛によって作物が踏みつけられないように防ぐ必要がありました。木を作ってフェンスを作ることもできましたが、大草原でこの資源は一般的ではなかったため、お金や時間がかかるという悩みがありました。それにテキサスロングホーンのように牛は基本的に力が強かったので、木のフェンスはまるで意味がないということも人々は理解していたそうです。そこで思いついたのが木材ではなく石でも、これもうまくいかず、トゲトゲの木や滑らかなワイヤーも意味がありませんでした。結果多くの農民は失望し、土地を離れていったんです。そして1871年に入り、米国農務省は新しい領土の開発が不可能であった主な理由としてフェンスの問題を指摘しました。そこで登場したのがジョセフ・グリデン。彼の有刺鉄線の発明で全てが変わったんです。とはいえこれはそこまで革命的な概念でもありませんよね。というのも19世紀だけで何百もの有刺鉄線モデルが特許を取得していたんです。でも今でも使われているグリデンの発明が牛を止めるのに最も強く十分な強度があったんです。グリデンはコーヒー挽き機を使ってトゲを作り、別のワイヤーで固定しました。そして彼の発明は1874年に特許を取得し、商業的な成功となったんです。5年間で売り上げたワイヤーは50キロ分から423キロ分までと一気に伸びました。ちなみにこれは赤道が10周できるくらいの長さですよ。もう一人有刺鉄線に大きく影響を与えた人がジョン・ワルヌゲート。彼は多くの有刺鉄線を売り、見物人との賭けによって大金を稼いだんです。テキサス州で最も荒れたロングホーンを見つけ出し、有刺鉄線で囲み抜け出すことはできないと主張しました。ワイヤーはほぼ全てのものに耐えることができたので、会議論者はお金を払う羽目になったんです。して彼は100万賭けのゲートとも呼ばれるようになりました。それだけではなく、アメリカでは今でも言われ続けているキャッチーな有刺鉄線のスローガンも発明したんです。それは空気より軽い、ウイスキーより強い、埃より安い。結果農民たちは安く土地に境界線を作ることに成功し、新聞はそれを時代の最大の発見と呼びました。とはいえ喜べないグループが2つ。それは自分の財産でもあった地域で自由に暮らしていたネイティブアメリカンの部族だからこそ、彼らは悪魔のローブと呼んでいたんです。そしてもう一つがカウボーイ。放牧地に境界線を作るというのは彼らの生活の原則に反していたんです。牛は傷や感染を受け、冬の間南に移動する時もワイヤーに邪魔されました。結果何千匹もの牛を失ったそうですよ。いくつかのフェンスは合法的でしたが、他の人々は許可を得ずに勝手にワイヤーを張って私有財産にしようとしました。フェンスカットの戦争というのがついに現実のものとなりました。カウボーイはブルーデビルズやジャベリナスのようなマスクを着用してギャングを形成し、夜間にワイヤーを切って水や牧草地に足を伸ばしたんです。時には農民に脅迫メモを残すこともありました。そして中には殺された人もいます。政府はどうにかして問題を解決しなければならず、フェンスカットは犯罪行為としてみなす決意をしたんです。もちろん問題は一晩で解決しませんでしたが、時間が経つにつれ徐々に争いは静まりました。そしてより多くの人が西部の未開拓な土地に移動したんです。有刺鉄線が発明された後の10年で、発明される前の50年よりも多くの人々がこの土地で農民や植民者になりました。そして19世紀末には1700万人以上の人が住人となりました。西部開拓時代は前ほどワイルドではなくなりましたが、放牧地に関する規則もなくなり、カウボーイは歴史上の人物となりました。
実際のところカウボーイの必要性がもうなかったんです。それもこの単純な有刺鉄線の発明が理由。たった30年しか続かなかったにもかかわらず、カウボーイは無数の物語や映画の中で勇気を持った自由でワイルドな人として描かれています。皆さんは西部開拓時代のカウボーイとして一日だけ過ごしてみたいと思いますか？下のコメント欄で教えてください。新しいことが学べたという人は高評価をお願いします。また友達にもシェアをお願いします。そしてもう一つ、ブライトサイドには2000個以上もの動画があります。気になる動画をクリックしてぜひご視聴ください。ブライトサイドで人生明るくいきましょう。